1933年、オーストラリアのクリケット選手、バートオールドフィールドは、テストマッチ中に、頭蓋骨骨折を、発生頭部外傷は、頭部に外力が加わって損傷が生じた状態の、相症である。外傷性能損傷を続発させることも少なくなく、発生段階からこれを伴うこともある。外傷は開放性と閉鎖性に分けられ、いずれも部位によって、頭皮、 頭蓋骨、頭蓋内に分けられるが、頭蓋内、特に脳に対する損傷の程度が最も重視される。外力が脳に与える損傷の成立基準には様々なものがあり、代表的なものとしては以下の通りである。前頭部に衝撃を受けた場合、直下の前頭部には陽圧による直撃損傷が発生し、反対側の後頭部では陰圧を生じて、 骨と脳の間が空洞化、気泡の形成と崩壊により、反症損傷が発生する。一方、これらの中間部位では、外力が不均一に,に伝わることにより、先端損傷が発生する。打撃部位において、骨はたわみインベンディングを生じ、脳を圧迫損傷する。特に小児では、骨が柔らかいのでインベンディングインジュリーを生じやすい。また骨と脳実質では、 硬さが異なるために骨内面は脳を打撃する。このような状況で衝撃部位の直下に生じる脳座傷を直撃損傷クインジュリーという。前頭部に外力が作用した場合には直撃損傷による同側座傷が生じやすく、主に前頭腰底面、他に側頭腰全部などが損傷を受ける。また、側頭部もしくは頭頂部に外力が作用した場合にも 直撃損傷により、同側の側頭用外側仮面が損傷されることが多い。反症損傷、コントラクインジュリーは、反動損傷ともいい、関節性浸透のことである。頭蓋、胃、膀胱など、液体を含む器官に、様々な外力による衝撃が作用した場合、直接外力が加わった部とは、反対側の部が損傷を受けることを言う。 頭部に強い外力が加わると、脳は強い力で一方へ進行し、頭蓋骨内面に衝突。その反移動により、反対方向へ引き戻され、体側の頭蓋骨に衝突して、損傷を受ける。外力による直接的脳損傷に加え、加速された外力が、頭部に加わると、外力と反対側の頭蓋骨と脳との間に感激を生じ、 陰圧が起こることにより脳組織に損傷が生じる。そのため、反症コントレ空による損傷は、直撃空による損傷より大きくなるとされる。脳質は脳脊髄液で満たされているため、衝撃を受けた瞬間に、脳樹質は頭蓋骨が移動する速度に遅れて移動し、打撃部位と反対側には陰圧が生じる。外力を受けた部位の直下周辺では、 圧縮、陽圧により損傷が生じるのに対し、体側では、進展、陰圧により、頭蓋骨と脳との間に空洞化現象が生じ、瞬間的に真空に近い状態になる。この陰圧が、気泡をキャビティを形成するが、元の圧に戻り、気泡が崩壊するときに、脳座症が生じる。このような状況で衝撃部の反対側に生じる、脳座症が、反症損傷である。 後頭部に外力が作用した場合には、受傷直下に直撃損傷が生じることは少なく、反症損傷による体側座傷が生じやすい。主に前頭腰底面、他に側頭腰全部などが反症損傷を受ける。頭蓋内は、均一な構造ではなく、骨、硬膜、開白質、白質、脳質、大脳釜など、不連続であり、 脳実質内も一様ではない。これにより、衝撃に対して、各部分の相対的運動の間にずれ作用、シアリングが生じる。直撃部位と反症部位との間では、脳に対する外力の伝わり方の違いにより一種の、ねじれの力、先断力が作用して、構築のずれが起こり、神経軸索が伸長もしくは断裂する。 微慢性軸索損傷ディフューズアクソナルインジュリー、また先端変形などが生じる。一般に、脳は頭蓋内圧の均一な上昇には、かなりの程度耐えうるが、シアリングに対しては、非常に弱いとされている。この状況下で生じる脳座症を先端損傷、シアリングインジュリーという。外力の加わった脳表の毛細血管は、血管麻痺、バセパラリシスと呼ばれる。 血管運動神経の麻痺状態に陥ると、血流の停滞、血管外漏出を起こし、これが、脳内天井出血、小出血の原因になるとされる。さらに、打撃の瞬間に生じる脳幹部と、脳底動脈線通枝とのズレニューロバスキュラー、フリクションを天井出血、小出血の原因とする考えもある。この他、頭蓋骨の構造、 解剖学的な特徴から、前頭腰底面や側頭腰先端面には、局所的な損傷が生じやすい。頭部外傷が発生した時には、全身状態と頭部損傷の程度を把握し、重症の症例では呼吸管理、静脈確保の後、意識障害の把握を行う。その程度を示す基準として、国際的に、グラスゴーコーマースケールが用いられ、日本では主に、 ジャパンコーマースケールが用いられている。外傷の受け方によっては、次のようなものを発生することがある。荒木の分類頭部外傷の臨床的分類としては、荒木の分類、荒木 S クリニカルクラシフィケーションオブヘッドインジュリーが広く、用いられる。これは1954年に、荒木千里が発表したもので、頭部外傷臨床症状のみにより、 以下の4つに分けた勘弁で実用的な分類法である。頭部外傷を受けた後、3週間以上を経過した慢性期に入ってから発症、もしくは3週間以上経っても残る症候補を頭部外傷後遺症という。通常は競技に気質的変化が明確でなく、自覚症状のみのものを指す。この場合の頭部外傷後遺症の症状は次のように分類される。 このうち神経症とされるもの以外では、軽度の脳移植、特に肝脳の移植が認められることがあるが、症状との直接の関わりについては、結論できないことが多い。頭部外傷後遺症としての外傷性転換の30年間累積発生率。重症度に応じて3つのグループに分けられ、右へ向けて、より深刻度の高い病態の発生値を示す一方、抗議には、 肉眼的に病変の明らかな気質的疾患を含めることもある。その場合、気質的変化が明らかなものとしては、頭蓋骨骨折、髄液漏、機能症、骨髄炎、硬膜外脳用、硬膜下脳用、脳脳用、髄膜炎、首動脈海面上脈道路、外傷性動脈瘤、外傷性動性脈炉、頭蓋内外血管閉塞症、 頭血種、慢性硬膜下血種、脳神経障害、脳座症後の精神障害、知能障害、外傷性転換などがある。外傷性転換は、頭部外傷が後に、転換発作を引き起こすものである。通常、転換発作の国際分類でいう、部分発作が現れる。外傷の部位や程度により異なるが、閉鎖性外傷の場合には3から5%、 開放性外傷の場合には30から50%が後に転換発散を起こすとされ、このうち1年目までに約半分が2年目までに4分の3が発症する。発症後の脳波検査では90%に焦点性以上が認められるが、外傷後の予測段階の脳波所見では全般性常波を示す場合には2%。 全般性徒刑派を示す場合には30%の割合で転換発作発現の可能性があるとされる。閉鎖性頭部外傷によって視神経が損傷されることがあり、これを外傷性視神経損傷オプティックナーブインジュリー、トラウマティックオプティックナーブインジュリーという。この場合の受傷部位はほぼ例外なく眼科場外、側縁である。実験的研究では、 この部位に衝撃を加えると視神経感情壁に強い歪みを生じ、この歪みが視神経に座礁を起こすとされる。視神経感情壁は薄い骨で形成されているため、視神経管骨折オプティックキャナルフラクチャーを伴うことの多いが必発ではない。視神経感情壁の骨が骨折によって変異したことにより視野欠損を生じている場合には、 視神経寛解放術を行うと改善することもあるが、視力障害が顕著な場合には効果は望みにくい。このような例では受傷時の座礁の程度によって予後が決まる。視神経損傷による視力低下を視神経寛骨折が存在するためと捉えるならば、早期に視神経寛解放術を行うが、これとは別に透けた知性外力、不腫、出血を 主因子と捉えるならば、消炎療法が主体となる。3週間程度の経過観察において改善がなければ、解放術を行うという考えもあり、視神経管骨折に対する視神経管解放術の適応、時期に関しての統一的な見解はない。手術以外の治療法としては、受傷早期にステロイドを使用し、後に血行改善の目的で同則の、 正常神経節ブロック、高単位のビタミン B の投与などが試みられる。視神経寛解法術視神経寛解法術は、視神経管内の視神経に対する圧迫解除、視神経の負腫、腫瘍などに対する減圧を目的とする視神経管肝壁の除去手術である。強前投解頭術により、全頭外科を経て、 視神経感情壁を除去、解放する方法と、鼻がいもしくは警備的に、古い骨道を経て、視神経管内化壁を除去する方法とがある。例、南山道医学大辞典南山道2006年3月10日、発行 ISBN 978から4から5250102294、e。ありがとうございます。